パークグリードでフラジャケタクティカルマスクできました。もう何も効かない。フラジャケタクティカルマスクは？ん？なんか、え？ん？あ？え、ん？これは何？これどういうこと？自分のだからこういう表記なのか。フラッシュ、え？まし、全く白くもなってないじゃんこれ。タクティカルマスク、タクティカルマスクがバカ強いか、自分のフラッシュだからこうなってるのか。ティーマス？ティーマスゲーかもしかして。確かに。なしと比較すればいいのか。いやいや、まさかね、そんな、あれだ、待って。フラッシュだよね、これ。え？ガチで言ってる、これ。フラッシュある。次、ティーマスありね。これがやばいだろ、これ。これやばいだろ。え？こんなの初めてじゃない？軽減というか無効化じゃん、フラッシュ。フラッシュ無効化だ、これ。よいよいよ、こんにちは、グリードです。さあ、冒頭の映像でね、タクティカルマスクが今作ものすごく強いというのは、おそらく伝わったと思いますし、まあそもそもだいぶね、時間経ってるんで、まあ知っていた人が多いかなとは思います。はい。ここまでティーマスが強いのは初かな？どうだろう？今までね、軽減っていうのはあったんだけど、なんだろう、完全に無効化？フラッシュ無効化っていうのは初めてだと思いますね。今日は迷彩解除も進めつつやっていきますよ。おー、くっついたー、ラッキー。どこカット？つまり自分は全然食らわないわけですよ。だからこういう風に、もうフラッシュ投げて自分とつっちゃうみたいな、ね、ゴリ押し戦法が可能となってるわけなんで、今回はこれをなるべく多用してやっていきたいなと思います。まあね、動画っていうのは、何かしらこう、テーマを元にやんないといけないですから。はい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 。動画のために無理やりやってるような感じはあるかもしれないんですけど、はい。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よし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 。いい感じに連続キルは続いたんで、こっちから行きましょう。この赤点は、ヒットマーカーは僕だったから大丈夫。伏せ打ちで対応して、ちょっと行けるとこまで突っ込んでみたい。おーっと？なんだ今のは。ちょっと突っ込んじゃおっかな。はい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 。ね、こういう動きをするからクソリスになるんですね。だいたいね、こう皆さんリスポンがーってなると思うんですけど、まあ、このゲームね、12人合計、カジュアルモードは。その12人が好き勝手に動いてるわけなんですよ。まあそりゃ、クソリスになりますよね。どんなにいいマップだったとしても、クソリスになるんですよ。これがね、例えば、闘技モードとかっていうのは、みんながリスを理解して、なんだお前おい、どこだ。闘技モードだとね、みんながちゃんと、いいリスにしよう、お互い。ね。相手をフリリスに追い込もう、みたいな。統一された動きをするから、まあ、あんまり、クソリスにはならないんだけどね。うん、カジュアルモードはね、みんな、わーわーって、わーって言って走っちゃってるんで。でもね、それでいいんです。カジュアルなんていうのは、それでいいんです。好き勝手動いて、いいんです。納金突、大歓迎ですって。そんな難しいことは考えなくていいんですよ。コールオブデューティーのカジュアルっていうのは。なんだお前。ね。多分彼は迷彩、ナイフの迷彩解除してますね。ね。ああいう人もいるし。ね。多種多様なんですよ。適当でいいですよ、皆さん。ぜひね、肩の力を抜いて、ね、適当にプレイしてください。そこを僕が連続キルして動画にしますんで、よろしくお願いします。ほら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 。ほいじゃー。いや、今作、打ち合い楽しいというか、どの武器もすごく楽しい。なんか、使えない武器っていうのがないから、あんまり。多分ね、やっぱり COD っていうのは、自分の好きな武器っていうね、お気に入りの武器が見つかれば、すごくね、一気に楽しくなるから、ね、皆さんもぜひ見つけてください。はい。僕は今んとこ、まあ、モデル L かな、アサルトライフル。まあ、これめっちゃ強いって言われてるんだけど、まあ、結局強い武器が、いいっす。強い武器が楽しいっす。自立するぞ、大丈夫か？しっかりとしていく。これリス変わりそうじゃないですか？このマップとか、特に、もうちょっと進んだらマップの中央じゃないですか。ね。マップの半分より向こう側に行ったら、まあ大体こうリスが変わったりするんで、ノラの人がね、こう前に突っ込むと、リスが変わると。
で、僕はちょっとね、迷彩解除をやらせていただきますね。はい、ロケットランチャーね。あれ？おい。おお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 、誰だ誰だ誰だ、今ぶっ壊したやつ。許されへんよ。PP 強いね。PP 強い。だこういう時も、なんだお前。ああいう時もフラッシュをポイポイポイって投げて、自分は食らわないけど相手は食らうっていうシチュエーションができるはずなんですよ。フラフラグ。はいはいはい。フラッシュ。フラッシュ当たってるよ。うわあ、いいねいいね。で、これでフラッシュが増えることによって、まあもう増えてるかもしれないけど、タクティカルマスクをみんなつけるわけじゃないですか。ちょっとあいつほんま許せへん。これでタクティカルマスクが増える。そして、フラッシュがあんまり意味をなくなってくる。フラッシュがね。そうなってくると、逆にフラッシュが減ると。いや、フラッシュ減ることはないか。ごめんなさい。なんでもないです。忘れてください、今のは。死体かと思った、今の。なんか、こう、仰向けになってると、死んでるように見えちゃうよね。死体かと思っちゃうよね。これもフラッシュですね。はい、自分は食らわないんです。いや、これいい試合。これ動画的にいい試合。うん、すごくいいところが全部見せれてる気がしますね。あ、スパイがいる。あれはあれですよ。あれ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 ですよね。ベータの時のあれです、皆さんね。あれあれあれ、フィールドアップグレードの、一時的にあれですね、敵から見たら味方表記になるっていうスパイのフィールドアップグレードがあるんですね。はい、フラッシュフラッシュ、はい、フラッシュ当たってるね。当たりますよ。当たってる当たってる。フラッシュ当たって、フラッシュ当たっちゃって、もうリス荒らしちゃって、クソリスにさせて、相手苗させて、COD はやめないようにさせて。 OK、 7発いけるっしょ。いや、これフラッシュですね。はい、フラッシュですね。ああ、これはあかんですね。てか、あのさ、投げ物3つ持てるのがやばいんすよ、これ。最初の方に。てかもう最初のワイルドカードってこれしかないからさ、他につけるもんもないし、これみんなつけるんだよな。そのくせ、タクティカルマスク解除遅いからね。うん。なぜこうした、なぜこうしたんだ COD。 裏取りペロペロトランプマンやでー。レッツゴー。えいや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 フラッシュ。いや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 。おお、フラッシュ。ズリーフラッシュ。なるほどね。いや、PP 強いですわ、これは。なんか競技ルールだと、これをマガジン減らしたタイプをみんな使ってるらしいけど。ああ、強いね。何なんだろうな。他の SM 上一応強いんだけど、何が違うんだろう、こんな。さあ、ちょっと負けてますね。じゃあ、これ勝ったら、逆転したら皆さん、ぜひ、スパチャをお願いしたいなと思います。はい。あ、ほんともう金額は全然ね、贅沢言いませんので、はい。サップ強っ。サップずる。何これ。どけどけ、邪魔だ邪魔だ邪魔だ。こっちは金かかってんのや。遊びでやってんじゃないんだよ。いやー、結構ガチってるんだけどな。点差が全然縮まらん。フラッシュ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 が当たらないよ。待って、カウンター指輪ちょっと落としたいな。ちょっと迷彩解除もちょっと進めておきたい。オッ
いやちょっと、うわスパチャか迷彩解除か、どっちも惜しい。終わった、ミサイルのあのゴールドのやつ終わった。え、つえ、この武器この武器つえ。当たってますね、フラッシュ当たってるでしょう。まずい、やばいやばい、よいしょよいしょ。いや、何点差これ、待って、いやーきついな、時間はあるけどめちゃくちゃきついなこれ。いやー、まっ、あーくー、あーま、まあ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 途中参加やったし、まあまあ非常に残念ですけど、まあ皆さんご用意いただいていた1万円はね、ご自由に使ってください。はい、お疲れ様でした。